ヴィシア・セーザー第一戦線総隊に所属、ダンケルクよ。知っての通り、私の還暦に特筆するところはないけど、それが紛れもない事実なのだから、隠すつもりはないわ。それでも、私の力が必要というのなら、失望はさせないわ。同じ側で戦える日が、ついに来たのね。はじめまして、指揮官。私は、ダンケルクよ。あなたのこの素晴らしい艦隊に、私も参加させてちょうだい。指揮官、よく休めた？マカロンとモンブラン、どっちの方がいいかしら？あら、指揮官、いいタイミングに来てくれたわ。今日は、どんなお菓子を作ればいいか、決めてちょうだい。世の中には、どうすることもできないことがいくらでもあるけど、希望を捨てる理由にはならないわ。ドックでじっとするのは、いい居心地ではないわね。でも、私の代わりに艦隊を率いたストラスブールの方がずっと、あの時、陸軍の方がもう少し持ちこたえていたら。甘いものは本当に人を幸せにする存在ね。指揮官、今の聞こえた？指揮官、一緒にお菓子でも作ってみない？私の国のお菓子は結構有名なのよ。しょうがないわね。新しい任務、結構溜まっているのね。頑張るのはいいけど、あまり無理しないでね。あら？なるほど。任務報酬ね。指揮官、私が取ってくるわ。指揮官、メールは仕分けておいたわよ。確認を忘れないで。指揮官、焼きたてのケーキでもいかが？あら？委託組が戻ってきたのね。新作のお菓子でも試食してもらおうかしら。少しは役に立てるか。すまない。敵に手加減など、できるはずがないわよ。この調子で、もっと進みましょう。結構、敗北など、終わりを意味するものじゃないわ。いつも通りで。まだ、始まったばかりよ。指揮官、久しぶりね。こっちはこっちでうまくやっているので、お気になさらず。指揮官、来たのね。ちょっと待ってて。はい、お菓子はこっち。あと、お茶をすぐ入れてくるわ。今日は少し、雑談でもしてみようかしら。あの時のことは、仕方なかったわ。ロイヤルのみんなを責めるつもりはないし、むしろその逆。こうしてみんなと一緒に戦えるのは、あの子たちのおかげよ。
指揮官はおしゃべりが好きね。私とおしゃべりするのがそんなに面白いの？とにかく、これで指揮官の好みも分かったわね。ケーキを持ってくるから、少し待っててちょうだい。我慢だけじゃなく、思いを人にぶつけるのも強さなのよ。私がそうしてきたのと同じように、辛かったら、泣きそうになったら、私の胸に飛び込んでちょうだい。今の私があるのは、過去のすべてがあってのことよ。だから、早くあなたと出会えばよかった、なんて言わないわ。でも、あなたから、ぬくもりと安らぎをもらえるというのなら。指揮官、私、ずっとそばにいていいかしら。久しぶりの夏、いい感じね。日差しに砂浜、海、そしてみんなの笑顔も。指揮官、せっかくだからドーナツでも一緒にいかがかしら？みんなが楽しそうに。これ以上、嬉しいことなんてないわ。指揮官、水着にちゃんと着替えたかしら？アイスクリームのビュッフェは美味しそうだけど、溶けやすいのね。今度、小型冷蔵庫でも持ってこようかしら。こうして、ゆるりと風景を眺めるのは、結構久しぶりね。指揮官、水着に着替えた？みんなが呼んでいるわ。少し一緒に遊んでみてはどうかしら。一緒に海でも眺めてみない？心が落ち着くわよ。しょうがないわね。新しい任務、結構溜まっているのね。頑張るのはいいけど、あまり無理しないでね。あら？なるほど。任務報酬ね。指揮官、私が取ってくるわ。指揮官、メールは仕分けておいたわよ。確認を忘れないで。指揮官、アイスクリームでもいかがかしら？シロップはいっぱい用意してるわよ。あら？委託組が戻ってきたのね。新作のお菓子でも試食してもらおうかしら。この店の雰囲気、どうかしら？実はここ、結構お気に入りなの。お菓子も美味しいから。そうだ、指揮官。一ついかがかしら？指揮官、いつ着いたのかしら？あら。うんうん。
大丈夫よ。私も来たばかりだから。私の作ったお菓子、指揮官はどれが一番好きかしら？指揮官？またぼーっとしていて。もう、この格好にそんなに見とれてくれたの？飲み物の氷が溶けてしまうわ。指揮官、もうちょっとしたらお店を見に回らない？せっかくのデートだもの。こうして座ってるだけじゃもったいないわ。こうして何事もない時を過ごしていると、幹線としての自分の役目を忘れちゃいそうだわ。ううん。この平和のために頑張っているのも、いいモチベーションになりそうね。指揮官もそう思わない？指揮官、慌てなくていいわ。まだ時間があるから、やりたいことをやってちょうだい。緊急の任務？私も行くわ。指揮官、任務報酬が届いたわ。執務室に一旦戻るのかしら？新しい情報かしら？私のことは気にしなくていいから、確認してちょうだい。指揮官、慌てなくても大丈夫よ。私はここで待っているわ。指揮官、委託が完了したわ。いつでもどこでも私が秘書官ね。暖かな日差し、穏やかな風、心を落ち着かせる音楽、大事な人とのんびり語り合える時間。これが夢だというのなら、私、永遠に目覚めないことを願うわ。今の私があるのは、過去のすべてがあってのことよ。だから、早くあなたと出会えばよかった、なんて言わないわ。でも、あなたからぬくもりと安らぎをもらえるというのなら、指揮官、私、ずっとそばにいていいかしら。